はい、この道は、熊本県の県道25、五木に向かう道です。で、県道なんだけど、例えば北の方から降りてくる国道もあるんだけど、五木にはですね、その国道に比べたらこっちがその五木に行く中心の道になりますね。熊本市民とか熊本市の人たちはこっちから行きます。いい道です。なんか河川の自然公園があったとか、帰り寄ってみたいと思います。で、自分は今、2キロぐらい先になんか石橋がいくつかあるのと、この八代市の東洋町っていうところなんだけど、生姜の産地なんですね。道の駅でとっても安く売ってます。もう500円も出せば、もう大きな袋に一つ、買い物袋びっちりだったら1000円かもしれんけど、まあとにかく安いです。それはその畑を見に行きたいと思います。その川俣地区だったかな、何地区だかのどこかに、この道路沿いに車を置いて、そしてまあ1キロか何歩か山中歩いていきたい、入ってみようと思ってます。今回は五木には行かないで、今日そこまで行ったら引き返す、そういう予定です。あー、高い斜面、この正面斜面ですね。畑作ってますね。だんだんそういう畑が耕さなくなって、少しずつ減っていってるんかなって感じます。この辺かなっていうところまで、あれ割と近いのでちょっと撮ってみます。適当にこの辺かなで決めたから間違ってるかもしれないけど、なんか小さな集落があって郵便局もあるとか言うから、あ、ここにまず車が置けますね。ここも自分の入ってきたい道は、ここは個人だな。ああ、そこに道ありますね。まもなく目的地付近です。その道を入らないで歩いていこうと思ってます。多分細いんで。目的地に到着しました。ウートガイドを終了します。この近くに車を置けたらいいなって。細いですね。見えました。ここが、これは寺の駐車場か。大丈夫みたいですね。はい、そんなんで